ボルトンモデルをご紹介差し上げますDST というモデルです。まあ、ストラトのリファインモデルですね。少しチューンされた小柄なボディは、3A キルトメーブルが貼られています。これを下地からの着色および上からの、塗装着色ですね、2段階に分けて行うことで木目をより引き立たせるカラーリングが施されています。非常に面の平滑な平らな凸凹感のない仕上がりで、もう技術力の高さが見て取れますね。ボディバッグには、厳選されたアッシュ材が採用されています。少し色味で分かりにくいんですけども、年輪と年輪の間の響きの豊かになる層といえばいいでしょうかね。詰まりすぎていると、あの音波が年輪に阻害されて伝わりにくいんですけども、まあ、しなやかな層をたっぷりはらんだなりのいい足シであろうということが見て取れます。ネックヒールも角度をつけてネックミスにやかスマートに向かうことでハイブレッドな演奏性を高められていますね。ハードウェアに目を向けると、フロイドローズオリジナルが搭載されています。オリジナルピックアップを作っているティーズさんなんですけども、まあ、このギターのコンセプトが 80s スタジオミュージシャンたちに愛されたモデルということで EMG を採用しています。まあ、自ら設計したピックアップが最高というわけではなくて、やはりこうシーンやギターの個性に合わせた、ピックアップ選択を柔軟に行うことでそのギターのクオリティをより高めるという、まあ、柔らかい発想を持った、高橋さんのお人柄が見えますね。指板には非常に詰まったローズウッドが採用されています。色が黒ければ詰まっているというわけではなくて、やはり銅管が開きすぎない、材の密度が高そうなものをしっかり選ばれていますね。年輪もきれいに縦に流れていて、狂いなんかも非常に経年変化にも強そうな、ローズウッドが採用されています。少し見づらい部分ではありますが、ほんのりと上品にフレームがかかった板目のメープルネックが採用されていますね。モデルによって柾目を使ったり板目を使ったり使い分けておられるんですけども、比較的まあ EMG とフロイトローズでなりが固めになりがちなギターですから、しなやかさを優先した板目のネックが採用されています。で、先ほどと同様にやはりバズフェイトンチューニングシステムのロゴがこちらについています。こちらのモデルでも当然採用されています。和音の綺麗さだけではなくて音の豊かさ、響きの豊かさも実現しているという仕様になっていますね。はい、まあ非常にクオリティの高い材料が各所に、使用されていますけれども、マサビルダ高橋健二さんがインターネットを駆使したり各地に足を運んだり問屋さんにあらかじめ声をかけてやったり、まあ、いろんな方法で非常にいい材料をたくさんストックされていまして、オーダーの際にですね、私どもも写真を送っていただくことがありますけども、いわゆるよだれものの材が各所に採用されています。にもかかわらずですね、まあ、シンプルなモデルであれば20万円台前半から、製作されているコストパフォーマンスの高さも魅力ですね。海外ブランドではなくてやはり日本で製作、日本で販売されておられますので、流通コスト等の削減によって高いコストパフォーマンスを誇っています。他のブランドには絶対真似のできない価格比のクオリティを持っています。ただ残念なことに、OEM 製作の合間に製作される、まあ月産でいうとわずか数本というところでしょうか。非常 に私どものショップでは人気が高いんですけども、残念ながら数が出回らない、まあ、それによって、まあ、お客様には期待に添えない場合もございますけれども、それでもやはり私どものプレミアムギターズでは非常に高い人気を誇っておりまして、日本各地からたくさんのお問い合わせをいただいております。なかなか他のショップでは出会うことができないこのティーズギターですので、ぜひプレミアムギターズに足をお運びいただきまして、その実力のほどを体感していただければと思います。
以上、プレミアムギターズ西尾木がお送りしました。ティーズギターの魅力、ぜひ体感してください。